大丈夫。取り直しをしておる。俺、恐ろしい目になってしまった。夜中の1時半。一体俺は何をしてるというのか。一体俺は何をしてるというのか。徐々に語っていこうではないか。その、一体俺がどんな恐ろしい目に遭ってきたのかっていうの。こっそりと、静かに。隣の住人がいるから。でも、ふぬけたジャンプ。で。俺、ここ2回目なんだよ。ここと5の1かな。もうそれも2回目なの。なんでかっていうと、やったんだけど、全然なんかもうね、音がやばかったの。なんかマイクの音が全く入ってないっていうのが。で、それを全然気づかなくて、で、またそれをまあいろいろ試行錯誤したら、なんだ。まあ7の1、7の、もう7の1まで行ってんのよ。未来の話をしてしまうけど。4の1、5の1をちょっとしくじって、6の1でなん、まあなんかもう、ちょっと音質悪いんだけど、まあそれはまあまあもういいやって感じでなんかもうやってるんだけど、で6の1まで行って、で今度はまあ7の1、まあ一応クリア して、まあそこでも持ち直したんだけど、もうなんかで一回その、まあ4の1、5の1までやったんだけど、もうどうしようかなと思って、もう最初なんか後付け実況みたいな感じでやろうかなと思ったんだけど、後付けもなんかちょっと、いや絶対やりにくいだろってなんか、やりにくいだろうと思って、で、そのままもうどうしようかなと思って、もうそのままもう垂れ流せばいいんじゃないかってなんか思ったけど、やめたよ。まあ、こうしてここに至るわけや。やり直しをしてるの、私は。ディリディリ。やべえことになっちまった。やべえとこ来ちまったぜ。やべえぜ、これは。無理決まってんだ。もう4と5もめっちゃきついんだよ、もう。めちゃくちゃきついのよ、もう。まあ、いろいろ喋った気がするけど、なんか、その、なんていうの。まあ一応なんかね、まあ一応未来の話しとくから、この後何が起こるのかって。まあ一応まあ5まではもうやるけど、取り直しするけど、6あたりで多分愚痴が発生するから。なんか全然取れてなくてさ、みたいな感じで、なんかちょっとなんかね、結構ね、もうなんかだんだんめんどくさくなってきて、めんどくさいっていうか、そのなんかね、俺のテンション自体が下がってきて、でなんかもう、わけなあかんねテンションになってるから、恐ろしいことに。7もなんかもう、7もちょっとなんかこういうことやったらなんか一応治りましたっていう。まあ一応治ったの。問題解決したんで、一応ね。問題自体は。早く降りろ、おめえは。一緒やってろ、バカ人が。ビビ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 ビ。よし、オッケー。まあ今んとこあれだろ。何もあるかないだろ、時間的には。どっかやばい目があった気がするんだよな。で、6名は結構まあ、もう愚痴りなんかもう嫌と思って、なんかもうだんだんちょっと吹っ切れだったかなんか、もうちょっと結構もう自由な感じにやって、で、7のもう7で、ちょっとまあ結構自由な感じでやってしまったんだけれども、もういいやって感じでなんか、まあそんな感じでやってるのか。で、まあいろいろ喋ったんだけどね、4の時もな、4と5の時もいろいろ喋ったんだけど、なんか、俺のデータミネーションへしょられてしまった、俺。悲しいことに。これ上から行くんだよ。これね、下から行くとめんどくせえんだよ。こうやって上から行くと、マジで楽ができる。こうやって行くの。ここが大変なんだよ。出たよ、これ。ここめっちゃきつかった。これほんときつ。これほんとやばい、ここ。マジでやだ、ここ。で、ここでちょっと上げておく。で、こう上から行く。じゃないと、もう下からね、もうこれ無理だよ、これ。やってらんねえもん。だからもう倒す。よし、OK。もういけんだろ。ノリで行く、ここ。はい、おお、じっといっと、すげえ。俺、ここでも相当死にまくったからね。マジで死にまくったから。これ多分もう10回ぐらい軽く死んで、なんかまたやり直して、うわ、めんどくせえな、みたいな感じで。あーみたいな。ブル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 って感じなんだ。ブルファンゴーって感じでちょっとやってたんだけれどもって。もういいだろ、それで。取り直しでいいよな、なんか。昔、平方とかやった時もさ。やった時もなんか悩んだけど、なんかもう。あ、なんで。この修学旅行の3人組のグループに負けそうになる。カツアゲされてしまった。命をカツアゲされた俺は。ふざけるな、まったく。夜中の1時半だから。もう1時35分で。もうこれ、ちょっとここあれだな。まとめてやっちゃおうか、もう。5も一緒にやってしまう、俺。
まあ、場合によるわ。ちょっと場合によって分けるわ。場合によって分けつつやるか。時間によるそれなんか。10分超えるんだったらなんか、そのまま行っちゃうけど俺。そのまま行っちゃうと分けてしまうけど。早く降りてこう、おめえらは。わかったわかった。こう見るとなんかすげえマリオがちっちゃく見えるな。よし、OK。で、これは、こんぐらいかな。よし、OK。まあ、ここまで行けばもうほぼ行けるでしょ。いや、こいつがいたんだったよ。完全忘れた。あそこも乗りで行くべき。あそこはもう一気に。あれも一気に行くべき。もうダッシュでなんかもう。何のためらいもなし。これなんかありそうじゃない？なんかキノコ。ほら、あった。うし。これ取れば OK だ。ナイス。やばいやばい。無理に決まってんだ。普通あげやがって。嫌がらせの達人だな。これ待ってんのが嫌なんだよ、俺は。待ちたくないよ、俺は。これ、いけそうだけどね。なんかうまくやれそうな。うまい人だったらなんかやれそうな気がするな。どこ行ってるわ。ペペロンチーノが。これちょっと早すぎる。ちょっと今の早すぎた。これ全部超えて、こんぐらいかな。よし、オッケー。で、ここから先乗りで行く。はい、乗りで行きまーす。ほい。こういうことだ。こういうことをした。で、これ上だね。ちょっと待ってくれ。ほっ。ちょっと。マジか。あれだ、正解の上だべ。正解の上なんだよな。でまあ一応ここまで来れたってことは結構でかいの、個人的には。でもこれなんか、キノコさえ取ればいけそうな気がするんだよな。だから別にあそこ食らわなければ。うわ、危ね。ああ。それで行けってことね。もう最初から行けんだろ。分かった、行くよ。行く行く。あ、行けんじゃん、これ。あ、行けんじゃん。やった。ほな、こういうことか。新しい発見した。よし、こう、で、こう乗りで行く。乗りで行きのもこう乗りで行くんだよ。よし、OK。行った。ナイス。あ、でもここは、あ、そう、ここはなんかあれなのか、なんか。出たよ。あそこでも死んだからな、俺。あそこでもワーにはめられておる。これ絶対取る。よし、あぶね。あ、これでも勝てる、かっこいい。よし。だいぶ上がった。だいぶ上がってる。は？何今の？何今の？え、何した今俺。一気に行くぜ！もう白が、よし、よし、何を言われようが俺は行くよ。ペレペペレペペン。よし、オッケー。最近マリオ。俺とでプリセスはあの時はそれにいるぜ。おめえらそんな人数いんだから助けに行けよ。何をしてんのお前たちは。バーン。5はどんな感じだったっかな。あ、こういう感じが全然覚えてないけどな。途中でハンマーブラストできた気がするんだよな。俺の記憶が正しければ。ペッペペペッペペペ。だいたいなんかね、1がきついんだよ。5の1とか。なんか俺他の、多分未来でも言ってるけど。未来のパートでも言ってるけど。5の1、6の1とかそういう1がめっちゃきつい、本当に。そこを超えればなんか、割と。なんか勢いがつくっていうか、そっから先はもういけんだよね、割と。でで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 。あと、長いんだよ。長い、なんかめちゃくちゃ長いんだよな。1が長いんだよ、基本的になんか。何なんだろうな、あれ。謎でしょうがない。ペペペペペペ、出たよ。出た、これ。風の出た網でしょ、おっぶねえな、この。で、このなんかもう仲良くよ。仲良くくっついてきて。あっぶれ！ペッペッペッ、これに来るだろ、多分そろそろ来るべ。ハンマーブロス来なかったっけ。あ、でもこれ周りで行くわ。多分中間行ったはずなんだよ、おそらく。中間行ったべ。どうだった？ない場合もあるからな。またありで行くわ。出た。ちょっとここ微妙だな。なんかこれできるべ。よし、オッケー。ナイス。そら、まだあるんだ、これ。まだ投げんだよ。ちょっとやめて。これ罠、そう、罠があるから、これ。よし、オッケー。ティリッティンティンティリッティリンティリッティリッティン。まあでもここまで行けばもう勝ったも同然だろ。ほぼ勝ったと言っても。ちょっとー。ほい。あれ？どこだ？こ。よし、オッケー。あんまこの曲のこのパート聞かねえからな。デルデデー。ふざけんな。バカ人が。ああ、2回目となるとさすがにあれだな。モチベーションにかかってくる。モチベーション理論にかかってくるわ。ペッペペッペッ。まあでもある程度サクサクいってるだろ。ある程度サクサクいってる。俺も早くクリアしてんだよ。俺も早くクリアしたいんだよ。一応7までいったけど。7ってかもう8までいったんだ。8までいって、まあこれからっていうところでおしまいにしたけど。まあそっからどうなるかな。
あれ、あ、気のせいか。なんか、え、なんも出なかった。なんか出た今。俺の気のせい。ティルルティ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 。知るか。うらうら。バカ人が。おめえら邪魔なんだよ。へへへとか邪魔しやがって、おめえら。俺の人生を。しかも俺の実況にまで手出してきやがってな。俺の実況のあれにまで、機材にまで手出してきやがって。上から行くんだよ。そうだよ、上から行ける。知るか。俺はもう苦労してきたから。俺はとてつもない苦労したからいいんだもん。よし。こんなんでいいんだろうか。こんなんでいいんだよ。1時41分。やばすぎる。もう寝ないで。もう寝ないといけない時間だ。あ、これな。これね。これあれだから。よいしょっと。これ乗っちゃいけないんだよ。このあれだから。これ罠だから。乗ってるとなんかブーってなる。なん癖つける。で、俺それなんかいろいろ言ったけどな。ちょっとこれ時間かかりそうだ。ここはちょっとやばい。ノリで行く。それでいいのよ。で、こうくぐっていくと。で、これ行くと確かちょっと楽ができたはずなんだよな。ペレペン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 。ボン。え、て、て、あ、ぶれ。慎重派で行こうだ。これどうだっけ？上か？あれの、ここ、もう出、また出ちゃう。あ、出た出た。これね、そこ行って。で、これ、まあまあ、まあ、いけるでしょ。もうなんだよ、そのふぬけたジャンプは。俺は許さねえぞ。ゲームオーバー。ゲームオーバー。何のゲームだよ。教えてくれ。ウォー。ペン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 。はぁ？なんだ今の。あいつもなんか、羽ばたきたかったな。夢のように。そして、本当は落ちたかったのかもしれない。飽きてた。あそこにいることに飽きてた。だって上になんかあんじゃん。壁があんじゃん。なんか。本当は嫌だったの。ほら、あのなんかのごのごの。あれパタパタか、あれは。右側のパタパタのあの顔よ。俺は解放されたって。俺はこの地獄から解放されたって。そういう顔してるんだ。安らかなあれで。ててててててて。このなんかマリオ、このなんかこの世界の下は一体どうなってるのかっていうの、そういう動画が あったよな。マリオアンダーワールドとかでなんか検索されたら出てくると思うけど、なかなか激しかったよ。詳しくは言わんけど、そのふぬけたジャンプやめてくれよ。ためらうな。いざって時には迷わず行動しろ。トゥ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 。あ、乗るとこれループするからなんかブーッて何癖つけるから。あなたとのデートは全然面白くなかったわ。だからやり直しよ。最初から見る。そうでも言わんばかりのあれだから。多分、その苦情来るわ。明日あたり。な、もしかしたらなんか、はがきとか入れられてるかもしれない。変なうめき声あげ、変なうめき声あげないやめてくださいって。言われるかもしれない。もういいよ。知らん。ドゥ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 、いった！よかった。もうこれ20回ぐらい死んだから。20回は死んでるわ。よし！はぁ、やっとだ。まあそこもね、さっきのあれ難所なんだよ、なんかあの、個人的に。あそこ多分20回以上死んだからな、そこで。もうマジふざけんなよって。ふざけるな。ぶち切れだよ。何してんねんって勢いで行き過ぎたから。これがノリってやつかな。もうノリで行くから。でも結構ね、結構大事なんだよ。これマリオ2におけるノリって結構大事なんだよ。こういう感じのノリ。で、勢いで行ってしまう。勢いで調理されちゃうの。結構えぐいよね、マリオの世界って。そう思わんか。だって溶かされんだぞ、マグマによって。信じられん。かなりグロテスクじゃん。グロテスク。もうやべえ、マジでここは。どうにかしてくれ。うわー
よし、オッケー。ちょ、待て待て。ああ、もう来んね、来んね。よし、オッケー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 。よし、いいぞ。よし、オッケー。ここまで来れば。なんでだよ。当たってねえだろ、ほとんど。ほぼ当たってねえだろ、あんな。あんな当たってねえ。当たってねえ、等しいよ。あんななんか車に、車にちょっとなんか、足の先だけ跳ねられたと同じだもんね。別に痛くも痒くもね。大丈夫だ。早く行け。進行待ってんだ、俺は。下から行くわ。これ関係あったっけ？よし！よしじゃねえ。早すぎる、あいつの動きよ。え、これ上から、あ、上から行こう。ちょっと危ねえけど。あ、今行ける、今行ける。よし、オッケー、オッケー、オッケー。ここで行く。よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。はぁ。て、危ねえ。あ、プロ。あ、これ上から行くべきだな。よし、今行ける。今行ける。ナイスナイス。うおー、やばいやばい。行けるか、行けるか、行けるか。え、これどうすんの、え、これどうすんの、え、下から行く、もういいよ。行くよ、もう行けないんだ。よし、よし、来た。ちょっとふざけるな、言ってやるぜ。俺たちのデターミネーションってやつ、バカ野郎が、してやるよ。終わった。よし、あとは任せよ、未来の俺に。未来じゃねえ、過去だわ。過去の俺に未来を任せよ。よし、オッケー、やっとクリアした。きつかった。ステイデターマインド。